おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は2月13日から19日のファミ通調べ売上ランキングを確認していこう。いよいよ新作も多く出てきた。ランキングは動くか？そこへの興味とともに、問題点や非常に興味深い事象も起こっている。できるだけ明るいお話にしたいけどね。どちらにせよ今週も見どころだらけではあるのぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、いつも通りゲームハード売り上げから、任天堂スイッチとなるな。さすがに5万台切ったか。こっから徐々に落ちていくのかね。そもそもすでに十分普及はしているしな。とはいえ、季節の変わり目ではまだ販売台数は伸びる可能性があるがな。お子様の入学、進学祝いにスイッチはいかがでしょうか？普通にそのパターンはあるだろうな。新規のゲーマーが増えることは大歓迎。とはいえ、子供の頃はしっかり勉強もしておいてほしいな。未来で取れる選択肢は大いに越したことはない。教えというよりは体験から来るやつ。そんな任天堂スイッチだが、キッズ層にも配慮したアップデートもされているな。2月21日にシステムバージョン16となっており、細かい修正や動作の安定性向上とともに、ユーザーのニックネームに使用できない単語が含まれていた場合、自動的にそのニックネームが、ハテナハテナハテナに置き換わるようになったのぜ。使用できない単語？そもそもアウトな名称は、ニックネームとして使えないでしょ。すべてを把握するのは大変だが、いわゆる人種差別的な用語や公共の場では非常に不適切な言葉は、当然そもそも設定できない。英語だろうと日本語だろうと直接的で乱暴な言葉はアウトよね。日本語だと死ね、とか英語だと嫉妬、とかになるな。とはいえ、このような単語に他の文字や記号を入れることでニックネームとして設定可能な場合もあるようだな。こういうのやりたいそうの気持ちはあんまり共感できんが、いたちごっこ感があるわね。このあたりの詳細はオートマトンの記事に不適切ワードとともに確認できるのぜ。記事は概要欄にリンクを貼っております。まあ、これ自体は良い取り組みよ。トラブルは基本ないに越したことはない。この対応によって、巻き添えを食らう本来健全なワードもあるかもだな。まあ、死ね、がダメでも、シネマ、は OK なので単純な文字列で決まっているわけでもない。この動画でもあんまり良くない言葉は羅列したくねえよ。まあ、オンラインで繋がることも考えるとニックネームは基本公序良俗に反しないように設定することが前提だな。あの、君のためなら死ねる、こと、君死ね、はニックネームとして設定できんかった。これは任天堂 DS のローンチタイトルでもあるし、なんとかしていただけると幸いです。君死ね、はともかく、細かい修正は今後も期待しよう。私たちはどのゲームでも基本、おじさん、か、霊夢、でプレイしているのでよろしくお願いします。さて、それでは PS5 となるな。今週も8万台以上、このまま突っ走れ。ステートオブプレイの配信も来たわけで。その詳細は早めに我がチャンネルでもお伝えするが。バイオハザード RE4 効果はぜひ期待したい。体験版も近日中とのことだしな。PSVR2 は現時点だと。まだまだ普通に大手家電量販店のサイトでポチれるぞ。初期ロットはいつ履けるの？って話ね。あんまり草してやるな。VR 普及自体まだまだ課題はあろう。購入者のレビューを見る限り、ピント調整は面倒くさいようだな。あとは以前の動画でも結構コメントいただいていた VR 酔いの件ね。これは体質もあるんだろうけど、だからこそ体験会をしっかり全国でやるべし。ここに関しては PS5 ユーザーとしてネチネチ言っていくからな。まあ、こういう装着自体が煩わしいって意見もあるしな。理想とする未来はまだ先だな。PS5 自体はまだ伸びるだろうし、今後の数字に期待しよう。そして、Xbox シリーズ XS となるな。おや？シリーズ X が S の数字を上回っている。この数字、ソフトでも非常に重要になるから覚えておけよ。こっちも値上がりした後だから、大絶賛はしないけど、マジで買おうと思えば買える状況にはなったのね。今後、次世代ハードを選ぶ人は十分に情報を精査した上で自身の思考とともに検討してほしいな。シリーズ X も買いたいんだが、お財布事情が。ゲームプレイ中につまむお菓子ちょっと我慢しろ。それは無理ね。ゲーム中につまめて、コスパの良いお菓子あれば教えてください。生活は決して楽ではないので教えていただけると幸いなんだぜ。さて、それではソフト売上ランキングを確認していこう。10位は任天堂スイッチスポーツとなるな。
このド定番ソフトが10位にいる時点で新作への期待感は高まる。9位もド定番のマイクラとなるぞ。おや？先週のマリカ8デラックスから乗り換えかね。常にどっちかとランキング隣り合わせってすごいな。でも、こんなんいちいち確認しているの多分うちのチャンネルだけだぞ。ずっとやっていくつもりです。もうやめろってコメントが複数来たらやめるからな。そして8位には新作のテイルズ・オブ・シンフォニア・リマスターの PS4 版となるな。お。名作のリマスターになるわね。予告するとさらに上位にスイッチ版があるので、そちらを紹介の際にいろいろ確認していこう。7位はマリカ8デラックス。コース追加パスがあるとはいえ、未だに新品パッケージが普通に売れることが脅威。まあ、もはや現時点で日本では一番のド定番ソフトだな。それで6位はシアトリズムファイナルバーラインのスイッチ版となるな。PS4 版は16位となるな。結果論ではあるけど、PS 版って必要やったんか？私は 3DS 版のタッチペン操作がこの作品シリーズの大正義と思っていたんだけど。そのあたりはプロデューサーの狭間氏とディレクターの鈴井氏の発売前インタビューでもあるが、集大成と言える作品として、同時押しや譜面配置の楽しさやバリエーションを活かすなら、ボタン操作に特化した方がいいだろう。という判断となるな。あとは 3DS のタッチパネルは感圧式だが、スイッチは静電容量式のタッチパネルという違いも、本作の仕様に影響したとのことだな。制作する上での苦労は十分に理解できる。故にインタビュー記事でもあるけどシリーズ最終作であることも考えると、もうちょい売れるべき作品だったはず。まあ、結果的にはそうなったが以前にも言ったがファイナルファンタジー作品の曲だけでなく、多くのシリーズ作品の名曲もあるので、腐ることのない作品として売れてほしいところだな。5位はスプラトゥーン3となるな。A ランクに行ってから、マジで勝てねえ。精進していけよ。いろいろ展開はあるが、新シーズンで縄バトラーの通信対戦が可能になるな。これは朗報。こっちに入り浸ってしまいそうや。カードも23種追加されるからな。デッキ編成も改めて考えてみよう。それで4位はテイルズ・オブ・シンフォニア・リマスターのスイッチ版となるな。テイルズシリーズとしてはやや物足りない数字ではあるわね。まあ、2013年の PS3 版のリマスター作品なのでしょうがない部分もある。あと、処理落ちの問題などもレビューでは散見される。リマスター作品でそれは致命的じゃね？ゲームキューブ版では 60fps 出ていたこともシリーズファンの中では問題になっているようだな。現行機で名作が遊べるのはありがたいけど、無駄な火種まいたな。フレームレートはともかく、処理落ちは改善してほしいところだな。リマスターは少なくともオリジナルの価値を貶めることのないようにお願いします。さて、上位を確認する前に回で大きな事件が起こっているぞ。ランキング回で事件？何事？ Xbox のフォルツァホライズン5が15位に堂々ランクインだ。Xbox パッケージがランクインとは、これは同梱版効果かね。まあ、ほぼほぼ間違いないだろうな。Xbox シリーズ X の売り上げともつながるな。現状普通に買うなら同梱版だしな。ぜひはともかく今後もランキングにいるかもやな。こちらにも注目していこう。星のカービィディスカバリーはパッケージで100万本突破だな。これは単純におめでとうございます。星のカービィ Wii デラックスも売り上げが気になるところ。あと、フォースポークンはさすがにランク外となってしまった。ああ。やっぱり。プレイもメガネかけようぜ。一部ファンを取り込めるかもだぞ。それ自体は浅はかだが、何か展開は欲しいところだな。アップデートは随時あるけど、さらに期待しているからな。それで上位に戻ろう。3位はポケモンスカーレット・バイオレットとなるな。ポケモンの日は近いぞ。2月27日となるな。シリーズ新作のお話もあろうが、本作の展開も当然あろう。こちらにも注目していきたいな。それで2位は、こうなるとどっちかやな。ワイルドハーツとなるな。こっちか。しかし、次世代機のソフトとしては売り上げそれほどではなかったわね。しかもこの売り上げで在庫あんまり残ってないってどういうことやねん。今後の作品でも言及することになろうが、PS5 作品ではこの問題当分付きまといそうだ。需要が読めない問題はありそうだな。本作はクロスプレイにも対応しており、PC 版は評判悪いぞ。最適化が十分ではないということだな。2月22日に修正パッチも入ったが、まだ十分ではないようだな。カラクリも使える新規ハンティングゲームとしては気になるから私は修正待ちします。PC 版をプレイする人はゲーパスや EA プレイでの先行プレイをおすすめするのぜ。
そして1位はホグワーツレガシーが先週に続き守った形だな。もうちょい伸びしろはあるはず。ちなみに追加コンテンツとなる要素はまだ予定がないと公式よりあるな。それは残念すぎる。細かい修正も含めて、それどころではないというところだな。とはいえ、本作は各プラットフォームトータルで1200万本売り上げており、今後の展開がないわけがない。いずれクイディッチできるようになるかな。メジャースポーツでチヤホヤされるなんてこのゲームでないと無理なんや。ちょっと悲しいこと言うな。とりあえず放棄痛めないように神社の掃除はほどほどにするわ。絶妙なサボる理由を見つけるな。それにクイディッチが追加になるなら私も全力出すかもだ。ホームセンターで良い感じの放棄探しておくわ。話それすぎだろ。で、プレイ状況はどうなんだ？無論、寄り道して進まず。これ自体は何の問題もなしよ。ストーリーを鬼したってしっかり見ていくと結構時間がかかるからね。ホグワーツの世界をじっくり楽しみましょう。まあ、早めに総括をお願いしたいのぜ。ランキングには動きはあったけど、数字自体はちと物足りないわね。とはいえ、来週は龍が如く維新、極みにオクトパストラベラー2。星のカービィ Wii デラックスも登場ね。他にも新作がどう動くか注目となるからな。どんどん盛り上がっていきましょう。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ステートオブプレイ含めて他関連情報は早めに動画にするので今後ともよろしくなんだぜ。